朝鮮ハマグリ学名メリトリックスラマルキーは、マルスダレガイカハマグリ族に分類される海産の2枚以外の一種。食用外として、水産上重要な種である。禁煙で、絶滅危惧種のハマグリメリトリックスルソリアが、内湾的環境に生息するのに対し、朝鮮ハマグリは、外洋的環境に生息する。日本国内では、房総半島以南の太平洋側、 能戸半島以南の日本海側。他、台湾、海南島、フィリピン。拡張100ミリ、殻高70ミリ、拡幅40ミリに達する、ハマグリ属としては、大型の種である。殻は丸みを帯びた三角形。ハマグリに似るが、殻は、より厚く、膨らみは、やや弱く、腹縁の湾曲が弱く、また場が、より大きく強いなど。 各全体がより頑強な作りになっている。外藤線湾乳は丸く、ハマグリよりもやや深い。殻の表面の外見は、淡褐色を典型に、個体差が大きく、全体にチョコレート色になるものなどもある。幼いのうちは、筆でかすったような褐色版が現れることもあるが、老成すると模様の鮮明な個体は少なくなる。反紋があっても淡く、ぼんやりとして目立たない。 外洋に面した海域の長官大下部から水深20メートル程度の砂底に生息する。植物プランクトンを餌とする。産卵期は7から8月。孵化から約3年で拡張3センチまで成長する。食用にする。ただし肉質は少し硬く、味はハマグリに劣るとする意見もある。主な産地は鹿島灘、九十九里浜、日向灘な,など。また、 ハン石をご石の材料として利用することからご石種ハマグリの別名を持つ。かつては宮崎県が有名な産地であったが、近年ではメキシコ産のメキシコハマグリティベイラストレトレムを輸入して使うことも多い。ありがとうございます。